君、僕と目が合ったよね。はじめまして。突然連れてきちゃってごめんね。おーい。ぼーっとしてる大丈夫やっぱり僕のこと見えてるね。誰って、さっき目が合ったでしょ 僕は、君たちが探していたこの廃墟の自爆霊でーす。<laughs> 久しぶりに騒がしいのが来たから、様子を伺ってたら、君が見えないはずの僕のことをじーっと見てたから、嬉しくなってさらってきちゃった。一緒にいたお友達さあ、僕は君をここに隠しただけで、彼らには何もしてないよ。もう帰っちゃったんじゃない そんなことより、君の話を聞かせてよ。君には僕の遊び相手になってもらうんだから。まずは君のことをたくさん教えてもらわないと。え君は帰っちゃダメだよっていうか、帰れないよ。もうここから出られないからね。うん なんて説明すればわかりやすいかな。ここはね、あの廃墟だけど、ちょっとだけ違う場所。空間が歪んでるっていうのかな。僕の許可なしには出入りできないようになってるんだよね。もちろん、僕は君が出ていくことを許可しない。信じられないなら試してみれば ほらね、どんなに頑張っても、君はここから出られない。君の声は誰にも届かない。誰も君を見つけられない。だからね、諦めて僕と遊ぼう。見える子に出会ったの久しぶりだから、いっぱいやりたいことあるんだよね。はぁ、あ、そういや えば、前に肝試しに来た子たちの中にも、僕のこと見える子がいてね。その子をここに連れてきて、遊び相手になってもらおうとしたんだけど、その子毎日毎日帰りたい、帰りたいって泣くばっかりで、全然僕の相手をしてくれないから、面倒になって。 壊しちゃったんだよね。ま、半分壊れてるようなもんだったけど。君はさ、あの子とは違うよね。だよね、よかった。じゃあ、君の話を。え僕の話が聞きたいの 僕の話。僕はね、ここから動けないんだ。どうしてここにいるのかもわからない。自分が誰なのかも、いつからここにいるのかも。何も、何も、何も、何も何もわからないんだ。ずっと、 一人でここに囚われてる寂しくて寂しくて寒くて寒くて寒くて僕はもう死んでるのにどうしてこんなに辛いの僕だけどうしてかわいそうそうでしょ僕かわいそうでしょだからさ 君がずっと一緒にいてよ二人で楽しく遊ぼうなんで僕のことかわいそうって言ったくせにどうして逃げようとするのダメ君はもう僕のだから絶対に 話してあげない。動画見てくれてありがとう ASMR 動画は毎週金土日曜日に投稿しています気に入ってくれたらチャンネル登録してまた聞きに来てねバイバイ